はい、皆さんこんにちは。今日も対談のお時間になっています。今日のゲストはネドジュンさんになっています。ありがとうございます。こんにちは。脳と意識を追求しているおかん、ネドジュンと申します。ありがとうございます。そういったあの自己紹介になってるんですか、いつも。はい、だいたいそんな感じです。脳と意識を探求でも追求でもいいんですけど、一生懸命自分で人体実験して楽しんでます。うわ、今日はね、なかなか初めてです、こういった会話、意識について話すのは。あ、そうなんですか。はい、なので結構ね、楽しみなんですよ、僕も。ネドジュンさん、はい、なんと皆さん、脳の思考、すみません、ちょっと猫が活発になっちゃいましたね。なんとネドジュンさん、脳の思考が消えた、ある日突然消えた方なんです。皆さん、もともと何をされてたんですか。もともとは大阪出身なんですけど、はいはい、広告屋さんでデザインを始めて、はい、それからずっとデザインとあの編集、そういった仕事をしてたんですね。はい、まあ普通にそういったお仕事をしながら普通に生活してて、本当にある日突然脳内の思考が止まったというか、消えたというか、ある朝突然。ある朝、どれぐらい前ですか。ちょうど7年になります。7年前。7年間、娘さんも旦那さんとも一緒に暮らしてて。そうです。普通に生活して、普通におかんしてます。その時はどういったの意識っていうか、メンタルっていうか、まあ、なんか例えばじゃあ人で言うとポジティブな人であったりネガティブな人であったりっていう、なんか自分で自己評価するの難しいかもしれないですけど、どういった感じで生きてたんですか、普段は。いや、もうめっちゃ普通です。めっちゃ普通なんですか。何も特別なことない。あ、ないんですか。はい、ただその若い頃に心身症になりまして、はい、あのパニック障害とか抑うつ。一緒です。え、そうなんですか。はい、僕もパニック障害大学ぐらいの時に経験してて。あ、そうなんですか。まあ、自律神経がちょっと乱れちゃって。あ、はい、同じく。そうです、そうです。ものすごい強い発作がその時出てまして、もう家から一歩も出られない。結構重症な感じの。そうです、そうです。 あれって心臓がね、ドキ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 がだんだん速く なっていくんですよね。ドキ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 から、もう最後ルーぐらいになる。僕はルー経験したことなかったです。もうルーになると、もうそのドキドキいう衝撃がないぐらいのルル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 ルってなって、はい、もう倒れたままこう、1ミリも動けなくなって、はい、もう次指一本曲げたら心臓爆発して死ぬわいうぐらいの気持ちになるんですよ。そんな時があったんです。すごい強い発作やったんですね。大体おいくつぐらいの時。私26、7とかそのぐらいやったと思います。結婚する前の話なんですね。はい、でその時でもあの出版社に勤めてたんですよ。はい、あのアルバイトやったんですけど、はい、たまたまその出版社さんが心理学とか精神医学の本を出してる出版社さんだったんで、はい、つてがいっぱいあったんですよ。なるほど。そっち系の心っていうか、なんかちょっと自己啓発的につながるようなメンタルを鍛える。それで、ね、すごいセラピストさんを紹介していただいて、はい、そこに通ってなんとかこう解決できた感じできたんです。ただそのセラピストさんがボディーワーク系の方やったんです。はい、でボディーワークでその体の筋肉に幼い頃の表現できなかった感情が閉じ込められてるっていう考え方なんです。なるほど、なるほど。だからそのギュッとなったまんまずっと育ってきた筋肉をこう緩めると、はい、そこの辛かった記憶とか感情が流れて心も落ち着いていくっていうような。な、面白いですね。はい、考え方のところに半年ぐらい通って感知できたんで。それはじゃあある意味自分に響いたんですか、その考え。はい、ものすごい惹かれまして、それからずっと体に効く体に効くをやってきたような感じです。なんかちゃうことがあるって言ったらそれだけです。まあでもそういったことを勉強して、突然7年前になんか買い物かなんかした時でしたっけ。あ、いや、あの朝自分の部屋におった時なんですけど、パソコンを売ってたんですよ、仕事で。ふっと何かが違和感があって顔を上げたんですね。でもなんか分からんのですよ。ただシーンってしてるんです、世界が。え、もしかして耳聞こえへんようになったって思ってこうガタって立ち上がったんですよ。でも音は聞こえてるんです。そのスズメがチュン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 って鳴いてたり、車がブーンって通ったりしてる音は聞こえる。でもシーンとしてるんです。なんやろうと思ったら、その瞬間にもう頭の中のその声が消えてたんです。おしゃべりの声ですね。こう頭の中で自分の声で、ああじゃこうじゃ喋ってるあの独り言の声がパンと消えてゼロになってたんですよ。でそれを自分は待ってるんですよ、次出てくるのを。あ、声が。でも出てこないからってなってる。あ、自分で出すのも大変なんですか。もう今は出せないです。出せないんだ。今はもう出そうと思っても出せないんですけど。何それ。その瞬間にバーンってそれが消えて、ほんならね、世界がキラキラ輝き出すんですよ、急に。もうあの肉眼で見ててなのか、その意識的に見ててです。見てて、その物質の中から光の粒が出てきてるみたいに、世界がキラ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 輝き出すんですよ。ごっつい綺麗なんです。何もかもが、うわ、全ては光なんだっていうのがこう迫ってくるんですよ、美しさ。自分の部屋やから汚いんですよ。ぐちゃぐちゃやのに、はい、その落ちてるものとかがこう最高の角度で置かれてるかのように、あ、完璧な配置で、完璧だっていう風に見えるんですよ。
美しい美しいっていうのも、でも頭の中にその美しいは出てこないんですよね。感じてるみたいな、感じて感激だけしてると、とうとう今度は雷に打たれたようにドカーンって気づきが入ってきまして、うん、うわ私が今帰ってきたっていうその感動、帰ってきた、なんか今まで感じたことないような、全く感じたことのないような、全てが完璧で自分はここにいて世界があって完璧だ、もう何にも探さなくていいっていうところにその瞬間ドーンってきたんです。それはまあ僕たちの体験であまり言い合わせられないような体験ですかね。多分私もそれ以上は言えない、言えないですよね、はい、帰ってきた帰ってきたっていうのだけがあったんです。感情としてはちょっと感動に近いんですか。もう号泣してました。号泣すか。うわー涙出て自分の部屋でね、一人で泣いてもうブルブル震えて。怖いっていうことはなかったですか。全くなかったです。ないんだ。その美しさと愛みたいなものに包まれて完全だっていうところにスポッと収まってる感じ。まあ、ちょっと分析していきましょうか。ちょっと解体じゃないですけど、はいはいはい、まあ、左脳と右脳とかありまして、左脳が言語とかそういった論理的な考えですよね。この今の情報社会を生きるために必要な脳って感じなんですか。人間社会の中で生きていくための脳いう感じだと思います、はい、この左脳は、はい、左脳なんかちょっと読ませていただいたら、もともとはなかったんですかね、この左脳の。ここまで発達してなかったと思います。猿やった仲間の種がキーっていう顔をしてたら、あ怒ってるっていうようにその表情とかを読み取って、はい、相手の気持ちを察するための、空気を読むみたいな、はい、コミュニケーション全般やと思ってます。なのでもともとはこの右脳、直感的であったりそのサバイバルなんですかねとかで必要なこの右脳の脳がもともと、まあ古代の脳って呼んだりしてましたよね。でまあ僕たちも昔はねこうやって原始人みたいな感じでサバイバルしたから、うん、おそらくこっちが発達してた、右脳が発達していたけど、今はこっちの左脳になってしまったっていうことですよね。そうです。ただ江戸潤さんが体験したのはこの左脳が機能しなくなったというか、この左脳の活動が低下したってことなんですか。逃げ出したっていう感じ。逃げ出した、引っ込んだみたいな。意識が右脳へ逃げ出したんやと思ってます。ほう、それどういったどういった現象なんですか。ご説明してもいいですか。 あの人間の体って60兆の細胞があるんですよね、はいはい、それを毎瞬毎瞬完璧な状態に栄養とか整えて、しかもどんどん死んでどんどん生まれ変わってをしてるわけじゃないですか、はい、これがもし私が機械によって調整されてたら、もうその一個一個の細胞の栄養を毎瞬感知して整えるだけで、きっとスーパーコンピューターレベルやと思うんです。はい、確かにそれだけで生命を維持する、アップデートしてるだけで、はい、どん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 生命を維持していくだけで、はい、でそれがスーパーコンピューターとして、まあ、隣の部屋にドーンとあります。体やってます。この意識って私らが私って思ってる部分ってガラケーぐらいなんですよ。胸のポケットに入れてるガラケーぐらいのレベルの容量っていうか性能があるんですね。で私らはこのガラケーの意識は細胞にアクセスできないんですよ。できます。ここの細胞に絶対アクセスできないできないですね。ピンポイントにこの細胞どうにかみたいなのできないできないんです、はい、だから隔離されてるんですよ、そのスーパーコンピューターである脳のメインの部分、いわゆる 90%を使っている生命を維持している部分にあるその超意識みたいなものと、このガラケーさんは容量が違いすぎる、電圧が違いすぎるから、あのシャットダウンされてるんです。されちゃってるんですね。そうなんです。僕たちの脳でこの今意識的に生きてるのがこのガラケーですもんね。はい、私って思ってるのがこのガラケー、はい、でも本当はそのスーパーコンピューターさんの部分が全部やってくれとる。やってくれてるんですよね。そうです。寝てる時もね心臓は打ってますし、細胞もそうだし、はい、細胞も全部栄養を与えられ続けてる、はい、ところがね、このガラケーの意識さんにはこんなしょぼいくせにすごい能力が1個だけあって、それが脳の中にその意識がある部分を活性化するんですよ。お、活性体なんです。だからあの私ら今言語で考えているその今の現代人の、はい、言語やに意識があるとそこばっかり活性化していく。なるほどなるほどなるほど。じゃあ例えば左脳の直感的な方に意識はやることもできるんですか、そのガラケーは。ガラケーは電圧の差があんまりにもあるんでコンタクト全然できないんです。じゃあもうこの言語の分野でしか活性化できない。はい、だから内側に答えを求めるってことあんましないですよね。外側で計算してやっていきますよ。そうですね。私はそのここに捕まってた言語屋にある意識が右脳の方へピョコンと逃げ出したもんですから、今度は左脳がトーンダウンして右脳が活性化し始めた。そうするとスーパーコンピューターとちょっとやり取りができるようになる。なっちゃったってこと。ちょっとだから昔の脳ですから、もっと本能的なところにパイプラインがあるようで、その本体、私は本体さんって呼んでますが、そのスーパーコンピューターである脳の大部分のところからちょっとずつ情報みたいなものをもらえるようになってきとるっていう感じなんです。いや全然ディスってないですよ、はい、めっちゃぶっ飛んでる話ですよね。えあれ違いました。あ、そっか、当たり前のような話ですもんね。もう7年もやっとるんで。いや僕たちが直木版だと思ってるこの意識は本当の意識ではないということなんです。
か。ものすごく断絶され、断絶された小さいガラケーぐらいですが存在はしてます。存在はしてるけど、はい、全てではないってことですもんね。全てで痛いと思ってて、本当はそのスーパーコンピューターがやってることに対して後から僕がっていう主語をつけてるんです。あ、言っちゃ悪いけどエゴ的な、エゴ的な、あ、エゴってこの正体で、このガラケーちゃんですね。働きとしてはおそらくそうなんですか。エゴはこのガラケーちゃん、はい、だからちっちゃいんです。すごいちっちゃい。あ、この右脳はエゴはないんですか。そういった意味では右脳の方に意識が行きますと、はい、どう言っていいのか分からない、私っていう感じがあんまりなくなってくるんです。ないんだ。ない。確かにその子という、エゴってある意味子じゃないですかね。自分が生きたいみたいな、その子の意識っていうのは左脳のこの、あ、てかこのガラケーちゃんにしか存在してないってことですね。そう、ガラケーちゃんが左脳におって、その言語やの部分があまりにも社会に必要じゃないですか。社会の中で生きていくために、はい、だからここにばっかり囚われてるっていうんですか、捕まっちゃってる、まあ、現代人みんなそう。そうです、みんなそうです。ただ根戸潤さんの場合はその意識が右脳の方に逃げ出した。逃げ出した。結局体の声を聞きたいってずっと長年やってきたじゃないですか、はい、ほんならな、邪魔してきよるんですよ左脳さんが。その、まあ、ペチャクチャ喋ってますよね。で私はうるさいうるさい言うてるんですよ。体の声聞きたいのにお前がぐちゃぐちゃ言うときは自分で言ってるんですよ。自分の中で喧嘩してるんですよ。うるさいうるさい、私は今体の声を聞こうとしてんね、ここに絶対素晴らしいメッセージがあるんよ、黙っとけ言うと、もっと余計に頭の中がわーっていらんこと言うんですよね。で散々喧嘩した挙句に多分家でしたやと思うんです。なるほど、ちょっと家出しちゃったんですね。そんな感じでした。でもあの日は右脳に行くと、私って今まで何か本体がやるたんびにそれは私だって後から主語をつけて、私がやってる私がやってると思ってたことが、うん、右脳の方に行きますとみんな分離するんですよ。左脳は左脳の意識がいて、右脳は右脳の意識がいて、そして本体がいて私がいてって感じになって、チームみたいになるんですよ。はっきり見えるんですか。はっきり分かります。声が違うんで、あの、頭の中に聞こえてくる声が違うんで、僕はまだ達してないので僕の声しか聞こえてないんですよ。まだ自分一人しかいないんですよ。ただそれをなんて言えばいいですかね、ワンネスって言っちゃっていいですか、わかりやすく。その体験のこと、そのワンネスを体験した瞬間チームが見えるんですか。右脳の方に行くとチーム化する。声が違うんですか。違います。それをコントロールできるようになっちゃったってことですか。でも私のワンネス体験ってね、あんまりこう愛に包まれてとかじゃないんですよ。あ、全然、ね、リアルなの聞きたいです。いいですか。あの道を歩いてて、ちょうどその時営業の仕事をしてたもんですから、はい、あの飛び込み営業です。あの知らん人のお家ってピンポンって鳴らしてご説明するような仕事をしてたんですね、好きで。でさあ今からあそこのお家行くぞってなった時にドーンって来たんですよ。道歩いてる時に自分が見てる目線が急に映画みたいに空までギューンって上がって、斜め上から自分を見下ろしてる、じゃあ俯瞰してる、はい、見下ろしてるんですよ自分がおるそこに。で自分はこうクラクラとして目をつぶるもんですから、その視野からだんだんこう目をつぶった時のあのグレーや黒の視野になるんですけど、そこに人がいっぱいいるんですよ。その見えないんですけど、いっぱいいて、で自分もその中の一人で、それ全部ワンネスさんなんですよ。ワンネスさん A、 ワンネスさん B みたいな感じでいっぱいおるんですよ。でその人たちはみんな、その意識はみんな役者さんみたいな意識でおるんです、そこに。で私もそのうちの一人って感じで、ちょうど今からお芝居の稽古をするみたいな感じでおるんです。多分これ白チュームみたいな感じで、そのあのもうしゃがみ込んでるんですけど、その中で一人監督みたいな、舞台監督みたいな男の人がいるんですよ。この人はすごいはっきりと結構輪郭とかも分かる感じでおるんです。その人がさあ始めるぞ、今からこいつが、私のことです、今からこいつがこいつの家に仕事で訪ねていくというシチュエーションをやる。で初対面だって言ったらみんなわーって笑うんですよ。だって本人同士だから、ワンネスだから。結局ね、はい、私もその人だし、その人も私だし、まあみんな一つのエネルギーとして生まれてるみたいな、一人だっていう、ワンネスだっていう感じなんですけど、ある意味本当に演じているような感じですよね、はい、舞台の前の練習みたいな中でみんながわーって笑うんですよ。でじゃあそれを今からやるぞって言って、その監督さんがバーンって出叩くんですよ。その音が世界中に広がるんですね。そのパーンという音が広がったなっていう感じがするんで、そしたら地球がパッと消えるんですよ。地球がパッと消えて、その今監督の言ったシチュエーションが組み込まれた地球がパッて生まれるんです。そして自分はワンネスからギュッとその体にまた押し込められるっていう、またむぎゅっとここに主観的に入ってくるんですけど、そのワンネスの世界って東西南北とかないんで、意識がこうねじ込まれた時に世界がぐるーんって回るような感じがするんですよ。東西南北のあるそ
ところにまたねじ込まれるから、ほいで本人はこうよそのうちのね壁にこう手かけながら道端で仕事の時はやめてとか戻るんです。突然来るんですよ。突然ですから、もう本当にしゃがみ込んで動けなくなって。時間で言うとどれぐらい？おそらく数秒間の。数秒なんだ。 だけどすごい長いその白昼夢を時間ないってことですよ。見てるような感じなんですけど、ポンと地球が消えてポンと生まれてくるとこ見えるんですよ。だから地球って毎瞬毎瞬消えて出て消えて出て消えて出てってしてるんだなって。選択っていうか毎秒毎秒瞬消えて出てきて出てきて繰り返してるってことです。どうもそういう新しいのそのなんか量子で言うんですか、なんかそんな感じなんかもしれませんが、あそうなんやなっていうことをポカーンとこうちなみに今のこのワンネス体験何回か体験しました？4回か5回ぐらいやないかと思います。大体そんな感じなんです。これだって普通の人に話しても多分理解されないですもんね。話さないですね。家族にも言ったことないです。ないんですか？ないです、ないです。え、旦那さん娘さんにも話さない？話さないです。別にせやから今も人に会うと初めてお会いした私のワンネスの別の人、ワンネスの別の人っていう感じで、私のワンネスの顎の長い人みたいな。そういうことですよね。はい、みんな同じってことですよね。顎の長い私まあ逆に言うとワンネスを体験してる僕でもあるってことですよね。そうなんです。でも普段はそんなこと考えてないです。ただ右脳の世界ではそういったことが起きてるっていう。そっちへそっちへそっちへ近づいていきます。最初はそういう突発的なことですけど、うん、もっとナチュラルにそれが人生に組み込まれた感じになっていきますね。でちょっとじゃあ右脳の話に入りますけど、右脳はその先ほど言った古代の脳全体とつながっているって話じゃないですか。はいはい、まあ、科学的にはなかなか説明できないですもんね。だって全体とつながってるってなんだよって。でよく言うのがシンクロニシティって分かります？分かります、はい、シンクロニシティってね偶然の一致ってよく言うじゃないですか。でなんかちょっとネドジュさんの話を聞いてると、その右脳で生き始めた途端計画的に考えてないのに全てが繋がったような瞬間が日常的に体験するって書かれてて。日常的ですね。毎日ね。毎日もう普通に毎日ですね。シンクロニシティと言えるのかどうか分かりませんが、結局私はその本を書くことになって、はい、まあ、本を書いた後無意識さんからの指示で情報発信を始めるんですね。それが朝起きるとその日発信する情報が全部頭に書き込まれてるんですよ。めっちゃ便利。で朝起きたら、あ今日はこれかって、こんなんどないして絵にしたらええのってブツブツ言いながら、それを一生懸命絵に描いてカードにして、それをまあ文章で補って、それを更新しましたってツイッターで流すところで、あーよかった今日の分できたっていう感じなんです。またお仕事してくれてるんですか？はい、また次の日の朝起きると新しい全然知らない情報が書き込まれてるんです。それはだから1年ぐらいやったんです。ずっと毎日毎日毎日やったんですか？それはい、カードとして書き溜めてずっと全部今公開してるんで見ていただけますが。自分にミッション送るんですか、宇野さんに？もう出来上がってるのが来るから、もうそれをとにかくミッション送ることもなく、朝起きたらもう出来上がってるんですか？全く知らなかったことが書き込まれてる。知らなかったこと？はい何言うとんねこいつはって思いながら自分も書いてる。ただよく考えるとどうも今までの流れからこれ全部つながってんだなというのは後でわかるんですけど。一応宇野さんは自分が体験してきたことの知識しかないのか、あるいはそれを人事を超えた知識も入ってる？宇野さんは今ここにある体と猛烈につながってるんですよ。で左脳はその過去とか未来とかとつながってるんで、左脳のところに意識のその活性体ちゃんが意識がおるときは今ここにおるのが難しいんですね。でも宇野の方に行くともう今ここしかないんで、体の神経とごっついつながってるんですよ。で最初の私の体からメッセージを受けるじゃないですけど、そのスーパーコンピューターからのメッセージは体の神経を通じてどうも形になるみたい。スーパーコンピューターは何？脳のその90何パーセントって言われる私たちが使えてない部分です。ほとんどの占める、おそらく全部見えてて分析もしているであろうスーパーコンピューターにアクセスできる、はいはい、しかもそのワンネスと直つながってるみたいな輩とすんごい知性の存在と、右脳さんは馴染みがあるんです。まだ昔からの仲間みたいな感じで、そっからでも直接情報を、直接毎日毎日朝起きたら来てるんですよ。右脳さんどんな人なんですか？右脳ちゃんは子供です。あ、子供なんですか？はい、純粋無垢な感じ。純粋無垢です。今ここのことだけをキャッキャ楽しんでる感じです。ちょっと話戻りますけど、その宇野さんのそのスーパーコンピューターがその生命のその全てとつながっているような、それはネドジュンさん的には何なんですか、その存在っていうかエネルギーみたいな。全人類の意識とか自然が全てつながっているようなことですもんね。そうです。ですよね。さっきのエピソードでシンクロニシティで言うと、なんかスーパーで全然欲しくなかった歯磨きを買って歯ブラシを買ってでもなんか直感的に気になるんですか、歯ブラシが？はい、あなんかこれ買っといた方がいいかもみたいな。浮かんで見えるっていうんですかね、ちょっと手前に出て
で見えるんですね。僕がバカ高い服が欲しいとかまた違うんですか？あれも僕直感で欲しいと思うんですけど、あれとはまた違うってことですよね。そういう欲求みたいなものとはちょっと違ったかもしれません。このまま言うと勘違いする人もいるだろうなと思って、多分みんな自分のエゴでこれ直感で欲しいから買おうとかね、バンバン買っちゃいそうじゃないですか。はいはいはい、それとはまた違うんです。違いますね。違うところが多分もしかするとサインなんかもしれません。欲しいと思ってなかったけど、なぜこれが浮かび上がってくるんだろうっていうのがサインかもしれない。そのワンネスを体験してなくてもそういった瞬間で僕たちもあると思います。あると思います。直感、はい、歯ブラシの話ちょっと知らない人のために、歯ブラシを直感的に気になって買われて、そうですね、買い物に行ってその歯ブラシなんか全然買うつもりなかったんですけど、なんかその出てくるんですね、歯ブラシが。でもそういうのは絶対に買うと決めてるんで、自分はそれはもうサインやと分かってるんで、もう問答無用で買い物かにパーン入れて、なんで買ったんやろって思いながら、まあ腐れへんし言うて持って帰ったら、娘が明日学校で歯ブラシがいるって言うんです。ね、あ、買ってきたよ嘘みたいなんですけど、そんなんばっかりなんです。でもこれがいわゆる偶然の一致シンクロニシティじゃないですか、はい、これはある意味全部の意識につながってるから、その宇野さんがでそのスーパーコンピューターと全部の意識につながってるからこそできたことなんですかね。そう思ってます。でも小さいことでしょいやいやいや、小さいことで僕はもうすっげーっつって友達に話しますからね。その話しまくりますよ、すげー。ある種その直感的に生きてるとそういったことが起こるんですか。そう思います。何よりもその直感時間らしきものを見たら即行動する。そうするとそういったシンクロニシティみたいなのをたくさん引き寄せることができる。これすごい微妙なところで、例えば私部屋でお仕事、自分の2階の部屋で仕事してるんですけど、はい、ポッと郵便受けとかが浮かぶんですね、自分の家の、パッとその写真のように浮かぶんですね。もうその瞬間にそれを掴んだらもうすぐ立ち上がって階段を降りてポストの方に行く、これはもう癖にしてるんです、うん、これを癖にしとかないと、すごいアイデアがポッて浮かんだ時にそのビジョンが浮かんだら、ビジョンには必ず行動するためのエネルギーもくっついて送られてきてるんですけど、 それをね、左脳が食い寄るんですよ。いやでも今まだめんどくさいし、外行くの暑いし、またもうちょっと夕暮れになってからやろうかな、いやでも、ね、明日でいいかなっていう、この思考によってそのエネルギーを全部食い寄るんですよ。ほなもう動かれ、みんなすごいうなずいてると思いますすごいわかる。でもじゃあ一体なんでこっち側にそんな人間社会にまつわるもんが全部左脳の方にあって、でなんで私らがここに捕まってたかっていうのの話をしてきなさいって今日言われてきたんですけど。大きい話ですか。言うていい。いいですか。ちょっと。どこか。いや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 。やばいやばい。これ宇野さんが言ってるのかどっちが言ってるのか。そうですよね。僕も思うのがこのね、アイデンティティっていうか、異なるこのエゴとなるこの存在がなぜ生まれて、まあ僕はさっきちょっとちょろっと言った、ある意味このね、佐野さんが生まれたのは進化じゃないのっていう、前に進んでるって考えると後になってできたものじゃないですか、おそらく。その動物とももまた違うのはここが発達してるからですもんね。そこはなんでなんですかね。これは進化なのか何なんですかね。これはですね、はい、人間の進化が始まってるんです。これは人間のじゃあ進化なの。進化なの。今日はそのお話を直樹マンさんにしてこいって言われてきたんです。宇野ちゃんに言われたんですか。宇野ちゃんってか本体っていうかスーパーコンピューターの方から言われてきた。ちょっといろいろブログの方を拝見させていただきまして、引き寄せの法則とは違うかもしれないですけど、2段階豊かさっていうのが書かれてて、なりたい自分っていうか、やっぱみんな理想像ってあると思うんですよ。もうこれ完全に佐野ちゃんだと思うんですけど2段階上の暮らしをするみたいなと書かれたじゃないですか、はいはい、あれってどういうことなんですか。あれもその時聞いたものをそのまま書いていることなんですけど、はい、2段階上の自分をイメージして、うん、まあそれだけなんですけどちょっと自分のなりたいじゃないけど2段階上にいる自分をイメージして今すぐそれを体験するということですよね。それになったつもりでまあやるっていうのが一番本当はいいと思うんですけど、それに近づけるんですか。はい、そうすると私の場合はその2段階でなくてもビジョンを描いたら、それは喜んでる自分をイメージしてくださいって言うんですね。まあ例えば貯金1億とか目指してた人は、貯金が1億になったのを見て、はい、あーって言ってるこの自分をイメージして、それを自分の背中の方にスッと流してくださいって言うんです。これ本体さんの方なんですけど、難しい。だって僕たち佐野がうんなことねえだろって邪魔するんですよ。あ、そうですよね。だからもう即送り出して、そして私には何もできません、私はそれ以上考えませんっていうのはやっぱり誓いを立てて、あそこちゃんと、はい、きっちり誓いを立てて、それがもし現実化したら同じようにガッツポーズしてくださいねって、それで一回転です。でもそういうことができるってことなんですか、人間って。でき
たっていう報告もいっぱいいただいてます。僕もできた記憶はないんですけど、 YouTube 始める前にちゃんと紙に書いて全部成し遂げたいこと全部実現できたんですよね。あ、すごい。むしろそれをはるかに3倍ぐらい超えるぐらい、ヒコヨスの法則じゃないですけど、みんなに唱える時は言ってて、やっぱできますよね。でも人間ってそういったことができれば本当にそれをたくさんやった方がいいんですよ。やった方がいい。いっぱいビジョンを持ってなりたいものをはっきりイメージして、でないとどっちっていいのか分かんないですもん。潜在意識というか無意識には分からへんのですよ、ね。あ、なるほどね。だから私の無意識さんは私に対して望め望め望めって言います。 それが矢印であって、はい、そっちの方向に向かって地球を作っていくからって言うんですよ。だから望め望め望めって言われます。やっぱこの現実作ってるのは僕たちの意識ってことですかね。それを取り込んで地球がその瞬間に生まれる。生まれるってことですよね、はい、その望んだ瞬間そのバージョンの地球が生まれる。生まれるんです、それを取り込んだ地球が。その考えはやっぱ肯定していいんだっていうかね。そう、なんかね、望んだらあかんって思ってる人が多いですね。あ、これは特になんか日本人の方が多い。日本人なのかもしれない。あの、望んでいいんですかっていうのはよく聞かれるんですよね。引き寄せなんてあんなものって言われるんですけど、うちのも無意識さんは望め望めってうるさいくらい言うから生命って全部望んで生きてきたと思うんです。そうなんですよね。全ての生命が、蝶は花を望み、トンボは虫を望んで、魚たちは自分の餌を望んで、それで地球を作ってきたんだと思うんですよ。なんか望まないとそもそも生命が誕生しないっていうか。ああ、そうかもしれませんって思いました僕は。存在しないのかもしれない。望むことをしなかったら存在してる意味がなくなっちゃうっていうか、やっぱ望んでるからこそ生きてると思うんですよ、生命が。そういった意味でやっぱね、望むことはね、まあいいことですよね。いや、すごいですね、壮大な話で。でも普通にスーパーで買い物してるおばちゃんみんなそうですよ、みんなそうです。そうそうそう、なんもめちゃ普通。これちょっと無限に喋れるな。え、もう3時やん。え、もう2時間喋ってんの。いやー、なんかみんなに大丈夫ですか、みんなに言っておきたいことは。あ、そうですね、あの、私の方が申し上げられるとしたら、意識って体の細胞からしたら太陽なんですよ。まさにお日様なんで、自分の体にこうなるべく意識をこう下に下に下ろして、体の細胞に光を上げてください。めっちゃ喜ぶんで、体の、どっと具体的になんか方法ありますか。あ、もうずっと意識をこう下げていく、はい、なんなら触っていってもいいです。あ、触っていこう。手で触って、確かに分かりやすい、はい、足とかも触って、ちゃんと意識してあげるっていう。意識してあげるとものすごい嬉しいんですよ。その太陽が来てくれた、照らしてくれたっていう気持ちで、細胞はみんな大喜びになるんで、特にしんどい時ほど体を触れてあげて。あ、じゃあある意味モデルさんとかこう全部ケアするのっていいのかもしれない。あ、分かってはるんやと思います。みんなね、あの、ちゃんとクリーム塗ったりして、うん、確かに綺麗になりますもんね、全体が。それはいいって感じるからやってらっしゃるんですよ ね。ちょっと俺もやりたくなりました、早く終わったらやりますわって。自分の細胞の幸せを意識と一緒に体感するっていうのをやってほしいと思います。ちょっとみんな意識してやってみましょう、ぜひね。あとこれね、ネドジュンさんの大ヒット、佐野さん、宇野さん、いや、これめちゃくちゃ面白かったです。ありがとうございます。ありがとうございます。今日は ありがとうございます。こちらこそめちゃくちゃ面白かったよかった。じゃあそんな感じで終わりたいと思います。それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。